スベンシプロックは、西ドイツロイトリンゲン出身のサッカー選手。ポジションは FW、VFB シュトゥットガルト2所属。2008年、VFB シュトゥットガルト2移籍。当初は3、リーガのリザーブでプレーし、2010年10月の VFL ボルフスブルク戦でトップチームデビュー。2011年1月のボルシアドルトムント戦で初スタメン。 3月の FC ザンクトパウリ戦で初ゴール。試合は2から1で勝利し、降格権から脱出した。2011年5月、t s g 八8 9 9ホフェンハイムガシップ、ロックを3年契約で獲得したと発表。2014年8月の DFB ポカール USC、パロマハンブルク戦で5ゴールを奪い9から0の対象に貢献。2015年7月、 ハンブルガー SV シ子プロックを遺跡金175万ユーロ3年契約で獲得したと発表。2016年8月、SV ダルムシュタット98に1年間レンタル、遺跡。2018年7月、アルミニアビーレフェルトへ、フリーで遺跡。2021年6月までの3年契約を結んだ。2021年6月3日、 VFB シュトゥットガルトのリザーブチームに加入することが発表された。ありがとうございます。